前までその兄貴の付き添いとかでたくさん会見とかは行ってたんですけど、やっぱなんだろう、あっちのあっち側に立つことはなかったんで、でもやっぱ立ってみてやっぱすごくワクワクするなっていうか、やっぱすごい今日しかも今日人がすごくたくさんいて、でもなんかすごくなんか楽しい感じでしたね。なんか普通はこんな多分経験デビュー戦でこんなあんな人がいてってないと思うんで、だけどやっぱさすが雷神だなっていうか、やっぱそれを楽しもうっていうか、まあ、あんま緊張っていうよりかはなんかすごく楽しかったですね。はい、あれだけ人を置いて、ね、選手もいっぱいいたので緊張はあんまなかったですか？やっぱ最初緊張するかなと思ってたんですけど、でもなんだろう、意外と立ってみたらなんか全然リラックスできたっすね。ただもうみんなが喋ってたんで、はい、僕喋ることなかったんですけど。なかなかあれだけのね、メンツでは。そうだから別に僕無駄なこと言わないでも。対戦相手とね、こう、ユイ選手もああやってこう対面したわけですけど、はい、どうですか、これから試合をする人間とこう、ああいう距離でこう、見つめ合ってっていうのは。そうっすね、でも特に何も思わなかったんですけど、まあなんか、絶対勝てるなって思って。勝てる？はい、絶対勝てるなって思って。はい、目を合わせたとき思ったんですね。絶対勝てるなって。あ、そういう何か感じるものがあったの、はい、自信が湧いてきたですね。まあ、一応向こうはこうすでにライジンでデビューしていて、何戦かやってるキャリアのある選手で、そのキャリアの差とかそういう部分っていうのは。そうですね、でもやっぱ離れはしてると思うんで、そのなんだライジンとか、まあ、大きい舞台での試合の離れはしてると思うんで、まあ、僕初めてなので、まあ、そこの部分に関してはあれですけど、まあでも普通にやったら負けないなって思うんで、だから絶対負けないですね。そもそもこう、ジョーさんの格闘技のルーツっていうのはいつ頃から？そうですね、もともと、なんだろう、兄貴とパッ、ボジョルの父親が、その、格闘近くのメイタイジム通い始めて、で、その時、あの家で遊び相手が、その、兄貴と父親しかいなかったんで、その、家にいない間が寂しかったから、僕もそれでジム通い出して、何歳ぐらい？ 5 歳ぐらいですね、5歳ぐらいからですね。で、そこから、マニキンが始めたちょっと後に始めて、うん、もうずっと、もう15年ぐらいずっと格闘技やってます。へぇー、はい、ムエタイジム。そうです、最初ムエタイジムです。で、その後、キックとか。まあ、キック、ムエタイですね、大体。そうです。で今は、こう、連戦手と同じジム。そうです、合気会でやってます。まあ、普通にバイトしながらやってます、まだ。はい。まだ全然ダメなんで。これからもっと稼げるようになれたらなっていう。やっぱ兄貴を見てるんで、はい、やっぱ兄貴はもうなんだろう、最初にライジン出た頃ともう全然なんだろう、もう知名度も違うし、それこそ人気も全然違うと思うんですけど、やっぱそれを 2,3 年でやっぱ確立できたのはやっぱあの人の努力だと思うし、それは絶対見習わないとなって思ってるんで、一番近くでね見られて、そうですね、やっぱ全然なんだろう、みんなからバカにされてた頃からやっぱずっと近くで一緒に練習してたんで、なんだろう、そこまでなんだろう、くじけないでやってるのもやっぱ尊敬しますね。はい、僕自身はその最初もらって、まあなんか出るのも良かったと思うんですよ。普通にすんなり OK してっていうのも良かったと思うんですけど、ただなんだろう、最初はなんだろう、やっぱこんな近道しちゃって大丈夫なのかなっていうか、こんなやっぱ兄貴の弟ってことでやっぱ優遇されてる部分もあれば正直あると思うんで、いいのかなと思って、まあいろいろ兄貴とか相談してたんですけど、まあでも兄貴がこう、いや関係ないでしょっていう、お前のデビュー戦なんだから、別にこんないい話もらってんだから、でお前の強さを証明すれば別に何も問題ないよって言って、まあ確かにそうだなと思って、まあしかもこんな大きい舞台でデビューできることってまあないと思うんで、だから今はすごくワクワクしてます。その3年後に自分が。まさか出るなんて、こんな早く出るなんて思ってなかったっすね、でも。やっぱこう、そのオファーを受けたっていうことは、ライジンのリングで戦えるものを見せられるだけの自信っていうのはありますね。普段、まあ、練習して自分の強さを出せば絶対負けないと思うんで、もうその強さを早く見せたいですね、皆さんに。こうファイトスタイルとしてはどういうところがこう自分の特徴に？そうですね、まあなんか兄貴は結構打撃オンリーだったりするんですけど、僕は全然テイクダウンもするし、なんだろう、オールラウンダー目指してるんで、打撃も組も全然できるんで、まあ、KO でも1本でもフィニッシュしてやろうかなっていうか、絶対フィニッシュしようっていう決めてるんで。同じジムにいらっしゃるということは、例えば芦澤選手とかと、そうですね、もう竜星君とかも練習して、それこそ今回出たつき君とかも練習したりとか、まあ中原さんとか
ともやってたりとか、いろんなトップファイターの人たちとはすごくずっと練習はしてるんで、そこの部分はやっぱ自信につながりますね、はい、ちょっとこうそういうファミリーと一緒に出れるっていうのも結構やっぱそうですね。だから僕が多分一番最初の試合だと思うんで、試合順的に、だから僕が勝ってこうチームの士気を上げられたらなっていうか、で最後兄貴に締めてもらえれば一番最高かなって思うんで、いい年越しできるかなって感じなんでファミリーにあれですよ、安保選手も入ってますから。そうですね今回から今回からなんか平本、ね、選手に ね、 このねリアネイキッドチョコ教えてもらうって、やっぱでもすごいですねやっぱあの二人はなんだろう、普通の人じゃないなっていうかいろんな意味で、いろんな意味でやっぱ尊敬できますね、はい、盛り上げる。やっぱ今回も僕は全然喋れなかったですけど、やっぱ、あんだけファンの 前であんだけのパフォーマンスができるのもやっぱさすがプロだなって思うんで、そういうところもあれですか、こうお兄さんの真似していきたいとかっていうのは。そうですね、でも僕の性格的にやっぱ兄貴はなんですけど、僕の性格的に多分全然またなんだろう、似てるんですけどまたちょっと違うんで、まあ、僕は僕なりのスタイルをこう皆さんに見せれたらなって思ってますね、はい、もちろんこう SNS のこうトラッシュトークとかをね、こうそうですね、見せるかもしれないですけども、はい、そこまでは一緒じゃない。そうですね、まあ別に本なんか自分の本当の気持ちでこういろいろやっていこうかなっていうか、別に無理に煽るとかもしないし、ただ別に自分がムカついたらそういうのもありだと思うんですけど、別に今回は別にムカつくとかも別に特にないんで、まあ、普通にやって普通に勝ってやろうかなって思ってるんで、ああまあ有志かと思ってまあなんか来そうだなと思ってたんですけど、なんかそのなんだろう、まあいやあんだけ兄貴ともみんな多分僕、まあでも絶対兄貴とは試合しないじゃないですか、はい、でなれたら絶対僕とか、まあ、たつき君とかに話回ってくるのかなと思ってたら、やっぱ案の定来たんで、まあまあそうだよなって感じです。ファイターとしてのこう評価っていう部分はどうですか。そうっすね、でも正直なんだろう、あんま試合も正直なんだ、参考、今までの試合もあんま参考にならないというか、ちゃんとした選手ともやってないんで、まだ分かんないんですけど、まあでも全然舐めずに、なんか、まあ僕より全然年上だし、まあ、フィジカルもあると思うし、パワーもあると思うんですけど、まだそこは全然舐めずにしっかり徹底的にボコしてやろうかなって思ってます、もしかして大会の序盤の方の試合かもしれないですけど、そこでこう一気にこう大会にこう盛り上げる。そうですね、チームとしてもやっぱ僕が勝てば、やっぱ一気にこうみんなも気持ちもやっぱ入ると思うし、だから僕が最初のスタートダッシュこう、いいスタートダッシュ切れたら、その後チームにもつなげれるのかなって思ってます、はい、恐怖心とかプレッシャーとかそういう部分っていうのは今のところどうですか。やっぱでも、まあ、あるとは思ったんですけど、まあでもそんなこと気にしててもしょうがないし、もうやるときはやるしかないんで、まあ、プレッシャーも、まあそりゃ、なんだろう、やっぱ兄貴の弟っていう部分で、やっぱ期待感も、それはみんな大きいだろうし、まあそれはなんだろう、デビューする、まあ、なんだろう、この話もらう前からずっと、それは絶対あるだろうなって思ったんで、別になんだろう、特にそんな気にしてないですね。そうっすね、でもなんだろう、意識してる人は特にいないですけど、やっぱフライ級の選手はやっぱみんな特に動画見てますね、まあ、今回バンタムなんですけど、これからフライ級でやっていこうかなって思ってるんで、フライ級の選手をこう注目して見てますね、まあ、みんないろんな選手なんですけど、特にでも意識してる人はいないですよ。なるほど。もう今なんだろう、タイトルにこう絡んでくるような選手とも後々こうやり合えるようになれたかなって思ってるんで、だから本当なんだろう、これから自分をこうなんだろう、しっかり作って、土台を作って追いついてやろうかなって思ってます。でもそういう舞台でこうジョーさんがデビューする舞台、そのフライ級のトップを決める堀口恭司対新龍誠があるっていうのは、またこれはやっぱそれもそうですね、うん、まあ、しかもそれもすごい、なんだろう、この前ああいう形で終わっちゃって、うんうんうん、で今回また再戦ってなんで、すごく楽しみなカードなんで、うん、まあ、それは僕はまあ一ファンとしても格闘技めっちゃ好きなんで、はい、まあ、一ファンとしても楽しみですし、うん、もう同じ階級の選手としても楽しみなんで、うん、そう、結果にはこだわりますね。まあ勝ち方にもこだわりたいと思うし、うん、まあ、しかもまあ絶対勝てると思ってるんで今回、まあ、チーム全体だし、うん、まあ、ここで負けてたらもうお話にならないと思ってるんで自分、ね、うん、でだから絶対勝ちます。やっぱこうファンとしてはね、こう同じ対戦相手っていうことだったり、例えば年齢も近いっていうことで、こう三浦航太選手と、ちょっとこう、はいはいはい、あのジョーさんをこう少しこう近いような見方とか、ね、まあ、その経歴的なこう参戦の仕方とか、そうですね、そうですね、そういうところでも結構あの航太選手はこう優位選手相手に結構インパクトの強い勝ち方したいじゃないですか。そうですね、ちょっとやっぱあれを、いや、あれに負けないぐらいのインパクトを残したいと思いますすごいですね、それ、あれを超えるとなると、はい、で最初から
会場をこうぶち上げれればなって思って。楽しみですね。それは兄弟揃っての参戦ということで、はい、例えばこうご家族とかってどんなことをおっしゃってましたか。そうですね、でもなんだろう、まあなんだろう、父親と母親やっぱ大変になるって思ってると思うんですけど、まあもともと兄貴だけだったのか、僕も入ってきて、うん、まあ大変ですけど、でもみんな楽しみにしてくれますね。なんかこう、うん、お前ならいける、絶対いけるよって言われてるんで。ご両親は会場に来られる？あ、来ます来ます。あ、多分親は多分僕らよりも緊張してると思う。親としてはこう、やっぱり怪我なく終わってほしいっていう思いもある。そうですね、だから綺麗な顔で終わりたいなと思ってます。親も安心されて。ジョー選手はあれですか、お兄さんみたいにこう体にタトゥーは？あー、僕はまだないっすね。まだないっすね。でも僕もでも、入れるに入れないもまだちょっと考え中なんで、うん、まあ、あんだけ兄貴が入ってて、僕も入ってたら、なんだろう、見分けつかなくなりそうだなって。なるほど。そうです。まだ入れてない。そう、入れるかもしれないし、入れないかもしれないって感じです。まだわかんないっすね。はい、この衣装も、あの、萩原戦で兄貴が一番最初に着た衣装なんですよ。お、今日着てたやつ。はいはいはい。はい、あの会見の時に、あ、そうですそうですそうです、中指、そうですそうです。あ、全く同じものじゃん。全く一緒ですね。これも靴もパンツもジャケットも全部一緒で、まあある意味初戦なんで、雷神デビュー戦なんで、違うのは結果だけ、結果だけ、はい、違うのは結果だけです。僕は勝ちます。なるほど。はい、お兄さん超えちゃうかもしれないです、雷神デビュー戦で勝ったら。そうですね、超えます。いや、これで勝ったらまたアベマの番組呼ばれちゃうんじゃないですか。絶対勝ちます。必ず勝ちます。楽しみにします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。